はあ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はミッドリーダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新ベタの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになってます。前回からだとゴラッソチーム2、そして今来てるショーダウンですねの選手たちを新しく追加をして更新をしてます。まずは D ですね。 D はですね、こちら新選手の追加ありますね。90のゴラッソヒーローのロシツキですかね、新しく追加をしてます。で、前回からだとフューチャースターのギュレルだったり、あとはトリプルスレッドのチアゴもかな、多分下げてると思いますね。新選手ロシツキに関してはですね、90の弱い方のロシツキになるんですけど、まあ微妙ですかね。まあ悪くもないけど、特段別に今の環境下の中で強いと思える選手でもないっていう風な感じですかね。まあ、あとはプレイスタイルの部分がもうちょっと良ければなっていう風にも思ったりはしますし、多くいるのかなっていう風には感じましたね。そして続いては C ですね。 C はですね、こちら新選手の追加はないんですけれども、バーサスのカマビンガかな、バーサスアイスのカマビンガだったりとか、あとはバースデーのラインデルスあたりを下げてますね。使えなくはないんですけれども、スタメン級までとはいかないという風な感じですね。そして続いては B ですね。 B はですね、こちら新選手の追加がありますね。92のゴラッソヒーローのロシツキ、あとはですねゴラッソアイコンのランパード、そして SBC で来ましたゴラッソヒーロー中田ですね。この3名が新しく追加をされてます。でまた下げた選手としてはリバウドかな、フューチャースターアイコンのリバウドを下げてますかね。まずは新選手ロシツキーですね。ロシツキーに関してこちら92の方になるんですけど、やっぱりねテクニカルのプラスっていうのが非常にでかいですし、ドリブルもかなり軽い選手になります。また逆足5にもなってますし、レースもかなり高いという風な選手。あとはねペースもねしっかり速いっていうのがいいポイントにはなりますし、まあ、守備もちょっとだけできるっていう風なことなんで、ワンチャン 3CM の一角でも全然ありっていう風な選手になりますね。結構ね、まあベルシルとかと近いタイプなのかな。スキル4だけれども非常にドリブルのタッチとか推進力があるっていう風な選手になるんで、普通にありです。うん、全然ありだし、ゴラソのね選手基本的に安いんで、みんなまあロシスキもその一人でめちゃくちゃコスパな選手になりますね。そして続いてランパードですね。ランパードも正直全然悪くはないです。ただ重たいのがね個人的に気になりましたね。結構ね重かったですね。でその重さがあるからこそ、その理不尽な守備力とかフィジカルっていうのがあればいいんですけど、まあ特段そこまで、まあ もちろん体でねグリッと取ってくれる時はあるんですけど、ただね、ビエラほどではないっていう風な感じで、ビエラも重いけど、まあ、ビエラとかライスとか重いけど、やっぱそれなりの恩恵があるっていう風な感じになるんで、まあ、そこまでの恩恵はねランパード感じなかったですね。ただまあシュートが上手かったりとか、まあ、パスもある程度上手かったりはしますし、普通に強くなったランパードっていうことで、ランパード好きな方は十分使えるなっていう風な選手ですね。そして続いて中田ですね。中田英寿 SBC で来ました。中田はね正直 A に入れようかどうか迷ったぐらいの選手になるんで、まあ B ランクの上らへんと思っていただければ嬉しいですね。基本的にはドリブル軽い選手にはなりますし、パスもね上手い選手でした。あとはペースもね速くなったってところは素晴らしいですし、ペースの高さっていうのもすごくいいポイントになりますね。あとはインターセプトの数値っていうのも高くなってますし、まあ少し守備もできるっていう風な選手になりますね。で今週のプラスついてていいんですけど、まあ遠目からの理不尽な今週ってのは決まらない時もあるっていう風な感じですかね。でねこの人ねテクニカルとかがあればめちゃくちゃ良かったなっていうのは思いますね。今週のプラスとテクニカルのプラスとかだったらめちゃくちゃよくって、白でもねテクニカルはついてないんで、
まあ、ちょっとそこでフィジカルもあんまり強さ感じなかったですし、そこの推進力もテクニカルのプラスある選手の方がいいしってなるところで、めちゃくちゃね惜しい選手になってますね。でこれがスキル5とかだったら、まあそのスキルでなんとか剥がしてとかできるんですけど、まあスキル4っていうようなところでやっぱテクニカル、うん、必要だった選手かなと思いますね。ただ十分 SBC で作れる選手、まあ値段もかなり安かったんで、この人も十分ね強い選手にはなりますし、安くてねおすすめになってますね。そして続いては A ですね。 A はですねこちら新選手いますね。ゴラッソアイコンのカカ、そしてゴラッソアイコン SBC でこちらも来ましたエッシェンですね。この2名を入れてます。でまた前回からだとフューチャースターパーマーかなを下げているという風な形になってますね。カカですね、ゴラッソアイコンのカカになります。まあ、単純なペースの速さっていう風なところとラピドのプラスがねついてますんで、現環境を十分ね2列目から追い越していって相手を置き去りする力っていうのは十分にありますね。でシュート能力、決定力とかねもうちょっと欲しいんですけど、ただ冷静さがね97かな、めちゃくちゃ高いんで全然決めきれる選手にはなりますね。でパスも上手いし、ドリブルはね、まあ、若干人によっては重さを感じる人もいるかなっていうぐらいの使用感になりますね。そこをスキル5でなんとかするのか、もうスピードでなんとかするのかっていう風な感じですかね。ただその分フィジカルもあったりしますので、理不尽なシーンっていうのはたまに見せてくれる、そんな選手になってますね。カカ自体選手人気高いかなと思いますし、楽しみながら使える選手にはなってますね。そして続いてエッシェンですね。 SBC で来ました。エッシェンはねエボリューションで92になれば S に行くかなっていうぐらいの選手です。だから結構ねこの人もね迷いました。ギリギリもう A にしようか S にしようかギリギリ迷った選手にはなりますね。かなりね SBC は作る価値はあると思いますね。 TOTS 入ってもですね十分、うん、戦える力っていうのは持ってますし、強い選手になりますね。スタイルね予測だったりとかジョッキーのプラスしかついてないんですよ。インターセプトとかブルーダーとかついてないんですけど、全然いいですね守備に関しては。だからここのプレイスタイルがついてたらなんかよりちょっと化けていたのかなっていう風には感じますね。でシュートも打てるようになったエッシェンなんですけど、やっぱ基本的にはボランチ守備戦の選手として扱うのがいいかなと思いますね。敏捷性とかドリブリングがちょっと低いので、身長の低さの割にはなんか若干多めが感じる時もあるので、まあそこがやっぱり攻撃にも出てきてしまう。だからこそやっぱ守備戦の選手、ほんとまず守備をしっかりしてくださいっていう風なところで使うのがいいと思いますね。まあ、ペースも速いですし、フィジカルもね全然強くってパスもねさせる選手になるんで、まあ、なかなか強くなったエッシェンという風なことで、まあ素材に余裕がある方は作るべきかなと思いますね。そして続いては S ですね。 S はですねこちら新選手いますね。ゴラッソヒーローパクチソンですねをここに入れました。パクはねかなり安いんで、この人もねコスパになりますね。だこれだけ安かったらなんかあんまり強くないんかなって思ったりするんですけど、自分がね使うときはかなり使用感が良かったんで、まあ十分 S に入ってもおかしくはないかなと思います。正直気になる部分はフィジカルのところですね。フィジカルのなんかゴリッと取りきれなかったりとかするところが気にはなる時はあったんですけど、正直それ以外は特段なんか不満点はないですね。 5-5 でドリブルもむっちゃ軽いんですよ。ほんと使用感はよくってパスもうまいですし、まあシュートがもうちょっとあればっていうのはまあ思いますけど、ただ結構決めてくれた選手にはなりますね。やっぱ冷静さ高いからか、全然 3CM の一角としては決定力全然あるなっていう風に思いましたん で、あとはペースもね91速いですし、なかなかいい選手、本当フィジカルのところかな、取り切るっていう風なところで若干あパクそこフィジカルで体でグリッといってくれへんかって思う時はあった。まあただそれ以外はすごくいい選手だなと感じましたし、あとはテクニカルのプラスでぐんぐん持っていくことできますので、そうですね、かなり個人的には使用感がよくって、まあ、S ランクに入っててもおかしくはない選手になりますね。
こちらがですね、最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。